まるでおとぎの話終わり迎えた証長すぎる旅路から切り出した一冊それはかつてこの地に影を落とした悪を打ち取りし勇者との短い旅の記憶眠りにつく穏やかな日常をこの地に残して時の流れは異常に人を忘れさせるそこに生きた奇跡も錆びついてくそれでも君の言葉も願いも勇気も今も確かに私の中で生きてる同じ道を選んだそれだけだったはずなのにいつの間にかどうして全て始まった。くだらなくて思わずふっと笑ってしまう。